どうも、ショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今気分転換に月1回だけのホテル滞在っていうことをやっています。まあ、1泊2日なので荷物はこれだけで十分って感じなんですけども、この中にちょっと仕事道具としてそうこれとあとこれを持ってきてます。こっちは M1 MacBook Pro で、こっちが iPad Air 4です。ミニマルにして最大限のセットアップを作りたいって思ってたんですよ。そのこういうところに来たとしても家にいたとしても同じように快適に作業ができるっていう環境を作りたかったんですね。だからデスクトップをつけてみたり外部モニターをつけてみたりとか、まあ、いろいろやってみましたけども、今はこれで落ち着いてるという感じです。そうなので今回はこの iPad と M1 MacBook のその使い分けだったり住み分けっていうところでどういうふうにやってるのかっていうのをちょっとシェアさせてもらいたいと思います。どっちを使った方がいいのかなっていうふうに迷ってる人多いと思うので、まあ、ちょっとそれを僕の今やってることがちょっとでも参考になってくれたら嬉しいです。はい、その最初は iPad の方が先にあったんですよ。そうで iPad だけをその PC 化計画しようと思ってやってました。でもなんかこれにキーボードとかいろいろつけたら結局 1.2 キロぐらいになるんですよね。でこっち 1.3 キロぐらいなんでもうほぼ変わらないということなんですよね。なので iPad を PC 化計画しようって思っている人がいたらですね、もう M1 にしちゃった方がいいよっていう、絶対そっちの方が電池持ち最強だし早いし楽だしっていう、画面もでかいしっていうのであるんで、 iPad パソコン化計画はもう終わりました。はい、もうそれがやっぱ M1 の破壊力がすごいです。でじゃあ今どういう風に住み分けになってるかっていうと、こっちがメインで、もう iPad は補助と iPad しかできないことだけやってるっていう感じです。まずはじめにパソコン立ち上げた時はこのサイドカーっていうものを使うんですね。はい、こんな感じで、デュアルモニター化します。ちょっと画面暗いから明るくしますね。まあ、こんな感じでまず朝一発目起きた時にはこういうデュアルモニター化しますね。でこの Google ドライブ内にあるこのやりたいこと、やらなきゃいけないことリストっていうものを出してきて、これをこっちにグッと持ってきますね。はい、でこっちの表を見ながらこっちでショッピングの仕事カフェだったり動画編集だったりっていうメインの作業をゴリゴリ進めています。そうで動画編集の場合はこの情報量が多いので、そのなるべく画面いっぱいに作業したいんですよね。でも例えばここに貼り付けるための音楽はこうやってファインダーから持ってきたりするんですよ。編集が大きくなってくるとそのファインダーとファイナルカットの行ったり来たりが結構めんどくさくなります。なのでこれをこっちの方に移動してきちゃうと。でこっちのメインの方はもう大画面にしといてゴリゴリ作業すると。でやるとものすごい作業効率がアップするんですよ。まあこういう使い方だったら iPad じゃなくて外部モニターでよくないっていうツッコミが飛んでくると思います。で僕もうんそれでいいと思います。はい、なんでこれを使ってるのかっていうと、これで PC 化計画っていうのをやろうとしてたんですね。そう、でも、この M1 が来て、じゃあちょっと同時並行で使ったらどうなるのかなみたいな、どっちが残るのかなぐらいの感覚で初めやってたんですよ。そしたら、いい感じで融合したということです。そういう流れなんですね。なので、もうちょっと画面広くなったらいいなぐらいだったら、iPad じゃなくて、外部モニターの方がいいと思います。まあ、とは言っても、その僕の場合は、せっかく iPad があるので、じゃあ iPad だけでできるもの、iPad でしかできないものは iPad でやろうっていうことで、今、そういう役割を持たせていますね。では、具体的にどういうことかっていうと、書くっていうものは iPad しかできないので、まあ、例えば、こうやってなんか、メモしたいなって思った時に、ピンピンってやって、で、こう、ありがとうみたいな、そうこんな感じでサクサクっと書きますし、 GoodNotes っていうアプリを使ってこの中にノートを今20冊ぐらい入れてますね。はい、それぞれもう100ページぐらい書いてるんですけど、そうめちゃくちゃこれが便利なんですよ。今までは紙のノートだったらその見返そうと思ってもなかなか見返せなかったですね。でもこの GoodNotes の中に、全部データとして入れてしまえば、いくつでもいつでもどこでも見返すのが楽なんですよ。 iPad 無印とか iPad mini とかでも全然いいと思います。はい、とにかく iPad の価値っていうのはやっぱその書くという行為にあると思ってますね。僕は iPad だけを使っていた時っていうのはこれらのアプリを入れてました。そう iPad 1台で動画編集しようと思ってこのルマタッチも入れてましたね。
そう、そして現在の iPad の中には手書き用のアプリだったり、あとコンテンツを確認消費するためのアプリっていうのも入れています。まあ、それが主にメインですね。予定がパンパンなのでカレンダー常に見てないと本当サボっちゃったりすっぽかしちゃったりしちゃうんですよね。なのでもうカレンダーアプリはもう絶対必要ということで、あとはこの Good Notes ですね、はい、これはまあこの iPad でしかできないことなので、そうこれは入れてます。そう、僕は雑誌を見てコピーライティングだったりちょっと学んで勉強させてもらってるんで、はい、こうやって雑誌を見る機会が多いんですけど、やっぱこのサイズで雑誌を見るっていうのはものすごく便利ですね。入れたまま触る必要のないアプリたちっていうのがここに入れてますね。はい、それぐらいです。ただですね、これ2個持ち運ぶと結構重いんですよ、合計すると。しかもこれ撮影用にこんなカメラもあるわけなんで、大体合計 2.5kg、 体感で言ったら 3kg ぐらいの重さが体にずしっと乗ってくる感じですね。なので、まあ、今こうやって撮影のために同時に外に持ち歩いてますけども、これからも基本的にこれ1台を持ち運ぶという形にしたいと思います。この iPad が先に来てたんで今これ運用してますけど、僕の用途だったらミニで十分 OK だったっていう、もしくは無印 iPad で十分 OK だったっていうふうには思ってます。なのでまたちょっと改めて結論なんですけど、その iPad を PC 化計画しようと思っているのであれば、うん、M1 買っちゃった方が早いよっていうことですね。電池持ちもいいし軽いしっていう、うん、お金貯めて M1 を買った方が僕はいいと思います。はい、ということでね、ちょっと結論言いましたけども、今回のお話がちょっと面白かったです、参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで、じゃあ今回も動画をご覧いただきありがとうございました。